やだやだ私もやだ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 はい、どうも、池袋ブランド X で、8月10日発売、ゴイントハイギアのこのライブ DVD をお買い上げの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。せーの、スクルーでーす。やだやだメガネメガネお、今日メガネだね。いいね。というわけで、スクリューなんですけども、ついに晴れて、この、あまた、やめるついにあっついにね、この、4月、に行われた、ワンマンツアーの映像化されたということで、はい、まずはじゃあ、ルイ君から、はい、聞いていこうかな、感想などを。感想、はい、そうですね、楽しかったツアーが、ツアーファイナルが、うん、こうギュッと凝縮されまして、コンパクトにね、はい、はい、いいものは伝わるんじゃないかなと言ったやつの髪の毛抜いたあ、つむじ案件です。大丈夫、大丈夫、つむじはいいんだ。つむじ、はい、つむじもライブも楽しんでいただけると、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあその後ろのメガネくん、ライブです。はい、どっち、どっち、最高メガネ。じゃあ珍しいメガネくんと、どっち、じゃあカズキくんの方で。はいはい、いや、ほんとね、このメガネ、レンズがないっていうことは何のためにかけているんだっていうね、そういうところなんですよ。うん、すげえ、うん、まだ一つも何もいいこと言ってないいや、ほんとね、まあ、見てくださいよこれをね。はい、まあ、ね、これが全てだと。いや、全てではないですけどね。いや、ワンマンツアーのこう、なんか間違ったの俺今。全てではない、全てではない、うん、ありがとう。そのね、でもほんとね、楽しいツアーだったんでね、うん、まあ、いろいろありましたけどもね、うん、まあ、でも、ほんと全箇所ちゃんとね、公演することができたんで、はい、うん、本当に充実感にね、浸れる、良、はい、かったですね。はい、はい、そうなんです。ありがとうございます。はい、じゃあ次もメガネくん、まだ、まだ僕です。はいはいはい、ピクごめんね。何が、何やねん、何の話、謝罪から入ったさっきそうだったもんね。あのね、この DVD はね、本当ね、来てくれた人はもうあの時の感動が、うん、あの買った時の感動再びみたいな、まだね、部分もありつつ、来れなかった子もね、作れるライブ、あ、こんなんだって楽しめるような作りになったんじゃないかなと、うん、もうワンマンがもうほぼフルサイズでね入ってるんで。そうだね、結構ね、トータル時間がすごいよ、120何分とか、うん、おお、あの本編ディスクだけで、そう、うん、それだけでも結構ね、ご飯3食ぐらいでいけるんじゃないかっていうぐらいの配信なんで、ちょっとね、心して見てくださいっていうね、もう見てくれたら、ほら、まあね、知らない人さっき見るんだもんね。ね、コメントなのかちょっと分かんないです。で、ちょっと知りたいなと思ってるんで。じゃあ丸になったらどっちだっけ？コメント見えますね。だいぶ後になってライブ DVD 見る。忘れた頃。そういえば。まあで、作り知らない人にもこういうの見せるとね、楽しさとか伝わるんじゃないかなと。ライブの感じは伝わるんですね。思ってます。はい。はい。ありがとう。じゃあ、ボーカル。よくはい、そうですね。どうですか、やっぱブランド X でやっぱ買って正解だと思いますね。なるほどね。はい、まあ、ブランド X といえばスクリュー、うん、スクリューといえばブランド X みたいなとこもあるんで、ね、おお、そうなの。でこのコメントですもんね、はい、すごく真面目な感じでかっこよく映ってると思うんで、さっきの俺の大ボケがあったけど、かっこいいと思います。かっこいいですか。ダイナミックだった。うん、そうっすね、リアルだったから、そしてうまかったから。いやいやいや、あれで本気本気、うん、あれですよ、ドッキリだったね。うん、そうね。まず、商品の方はですね、はい、とっても見るのがですね、すごい、何回も見ちゃうと思うんですよね。それはね、やっぱね、それぐらい完成度高いものだと思いますので、うん、ぜひね、飽きることなく見続けてもらいたいですね。そうだね、そうします。
常に見てほしいです。よろしくお願いします。はい、というわけで、その、ライブ DVD も、ね、こんな華やかになったことさながら、いや全然言葉違うな、ありつつ、なんとでまたまたリリースがありまして、2011年の9月21日シングルが発売されます。カミカミだ。タイトルがブレインストーム。おー早 い, おいブレインストーム。これはね、もうぜひ期待していただいて、ブレインストーム、ブランド X さんの方で、ブレインストーム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 、なんか違うのか、ヨガフライ、ヨガフライ、ソニックボーソニックボーもっとちょっと、まあそれが発売されますというのと、あとトマト、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 バナナ、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 あとワンマンツアーが決定しました。ナバン、長尾や、長尾や、はい、長尾や、そのブレインストーム発売後10月に。名古屋、大阪、新宿のここであるんですが、名古屋10月16日名古屋、越谷、越谷じゃない、名古屋名古屋ね。で10月17日に大阪、宮崎、はい、で10月30日に、新宿ブレイズの方であるんで、そんどくで、はい、そんどく、その日もね、中村スクリューの大旋風をね、そんどくや、そんどくや、そんどくや、中村ここや、中村、何や、はい、新橋新橋はい、それも、ね、ぜひ遊びに来てくださいということで、大丈夫ですか。大宮、大宮、小芝居、小芝居や、さっきからそれおばんつ、おばんつ、やっぱりね、おばんつ。じゃあ最後、まなぶくんの方から締めてもらいたいと思います。じゃあどうぞ、小芝居や